まあ時々するというか、そのなんか僕が初めて変だなと思うことがあった時の話なんですけど、その頃僕は雑誌社に勤めててカメラマンをやってて、でもう本当にもう何でも撮って、もう例えばもうグラビアのね、水着のグラビアも撮るし、もうラーメンとかおもちゃのカタログみたいなのも撮るし、ヤクザのインタビューとかも撮るしみたいな感じであって、でその中でこうちょっと殺人事件の現場とかそういうのもこうやるっていう、撮るっていうね、撮影するっていうのもあったりした中で、その頃ね、ちょうど2000何年かな、2004年とかぐらいだったかな、この暗い水の底からっていう J ホラーの映画あるじゃないですか、あれがちょっと流行ってたんだよね。であれがその結局団地の上の貯水槽にっていうところで、なんか死体画とか、なんかそういうホラー映画だったんだけど、それが流行った時にそれの原案になったんじゃないかって言われてる事件があったんですよ。でその事件っていうのは結構古い事件なんだけど、その実は1977年ぐらいの事件で、で秩父のね、山奥の方にこう道路があったんですけど、そこはね本当にすごい細い、もうなんかこうトラックが1台こう通れるかどうかぐらいの細い道で。でセメント工場とかが近くにあったんで、その夜中にこうガーッとトラックが通るぐらいで、あんまりこう街灯もなくてっていうところがあったんだけど、そこのねところで幽霊が出るっていう噂があったんですよ。でその幽霊が出るっていう噂があったんだけど、どんな幽霊かっていうと、例えばトラックとかタクシーとかが夜中通ると、なんかね、しゃがんでる女の人がいたりするんだって。で、それでね、なんていうのかな、こんな時間にこんな真っ暗なところで女の人がいるのおかしいと思って、その運転手が止まったりスピード落としたりすると、その人が振り返るんだけど、それがね、顔がグズグズに崩れてたりするんだって。で共通点としては、黒色のとっくりセーターを着てて、グレーのスカートを履いてて、で髪が長いっていう、そういうなんか特徴があって、でいろんな人が見てて。で例えばそれって結構有名なことになったんで、女性週刊誌とかにも載ってたのね、幽霊が出る、そこ出るっていう噂が。そしたらある日、そこの場所でもう夜のね10時ぐらいだったんだけど、そこにちょうど貯水槽があったね、防火用の貯水槽があったんですよ。でそこをなんか消防署の人がね、急に検査しなきゃって夜中に急に思い立って、そこを2人で行って検査するためにこうバコッて開けたら、髪の毛が水面にわーって広がってて、で警察慌てて呼んだら、ちょっとその中で女の人の遺体があって、で警察の人がそういう髪の毛こう持ってこうやったら、ズブズブズブって抜けて、ちょっともう中では白っつったろうみたいに、ろう人形みたいになっちゃうことなんだけど、水温が冷たいからね、腐らないで、そういう状態だったっていう事件なんです。でそれね、普通はね3ヶ月に1回ね、その検査はしてたんだって。なんだけど1週間前にしたはずなのに、急にその人はもう一回しなきゃって思ったらしいの。だけどそれ遺体は結局、新聞記事出てますけどね、遺体はね、ずっと前にもう1年ぐらいそこにいたのね。で実はで、ただ幽霊が出るっていう噂はずっとそこで1年ぐらいあったのよ。だから幽霊が自分の遺体を発見させたんじゃないかっていうことで、すごい話題になって、当時で日本のその心霊事件史みたいなのがあるんだけど、それに必ず出るこう有名な事件で、当時のね、毎日新聞とかにもね、その事件は載ったんですよ。しかもなんか幽霊が発見したんじゃないかみたいな、今だとちょっとありえないよね、新聞がこういう幽霊とか載せるっていうのは。だけど当時はそういうのが載ってっていうことがあったんです。でそれはちょっと珍しいことだし、その映画のことに絡めて取材しようって言って、作家の小池武彦さんっていう作家さんと、女性の編集者で、僕はカメラマンとして行って、で当時の新聞って住所載ってるんですよ、被害者の。だからそれを見て、でカーナビにそれを打ち込んで行って、その被害者のお宅をちょっと訪ねるわけにはいかないけど、行ってみようかと、とりあえず手がかりがないから行ってみようかって言ったら、カーナビが間もなく、到着しますみたいなことを言ったんだけど、あれでも結構離れてるけどなと思った。でしばらく走ってると、
目的地に到着しましたって言うんだけど、全然到着してないんですよ、地図上で言うと。隣町ぐらいで、で、あれおかしいなと思ってもう一回やり直して、でももう一回そこに来ると到着しましたっていう。で、なんだろうと思って、まあでも一応降りてみようっつって、そこにあったコンビニの駐車場みたいなところ降りたら、目の前がすごい墓地なんですよね。ほんで、なんでお墓なのと思ったんだけど、まあ、ちょっと念のため見てみようかと思ったら、かなり広い、もう100とか200とかある墓地なんだけど、その被害者のお墓がすぐあったんですよ。で、っていうことで、まあ、お花とお線香をあげてたんだけど、その作家さんがカメラで、当時デジカメで撮ったりしてたのね。そしたらこう歩いてたら、あーって急に声を上げたの。で、あ、どうしたんですかって言ったら、カメラガチャンって落としてたのよ。で、それで、ああ、落っことしちゃったって言って、こうやって触ったら、レンズが出たり入ったり、ウィーン、ウィーンとか言ってるから、ああ、壊れちゃったんですねって言って、で、その日は持って帰ったんだけど、そのカメラを。そしたら、なんか、後で連絡が翌日来て、なんか、撮った覚えのない動画が入ってるっていう。で、その動画を見たら、なんていうんですかね、2つ、2秒ぐらいの動画が2つ入ってたのね。で、1個はなんかカメラがこうやって振ってるのよ。で、僕その話聞いた時に、カメラをこうなんかどっかで膝とかでこう押しちゃって動画のスイッチを押したんじゃないかなと思ってたんだけど、いや、もうあの動画の機能さえあるのは知らなかったって言ってて、で、まあまあでもなんか操作ミスでやっちゃったんだろうと。で、2個目の動画を見たら、お墓が映ってて、で、それがちょうどね、被害者のお墓だね。で、被害者のお墓からファッて女の人が出てくるようなのが映ってて、いや、それが、まあ、黒いとっくりセーターを着た女の人のように見えたんだよねっていうことがありまして、で、まあいろんな偶然が重なってるんだけど、衛星データがこうなんていうんですかね、被害者のお墓と被害者の家を間違ってる偶然というか、そういうのもあるし、たまたま幽霊の目撃談があったところで遺体が発見されたっていう偶然があるし、で、なんかたまたま動画を押しちゃったっていう偶然とか、たまたまその動画があったっていう、僕らはそこのお墓のところに誰もいないと思ってたんだけど、もしかしたらいたのかもしれない。だけどそこでたまたまその被害者のお墓の後ろでたまたま黒い特殊セーター着た人がいてみたいな、なんかものすごい確率のたまたまが重なってみたいなね。で、それもちょっとなと思って、なんかその僕の中ではちょっと説明できなかったことなんだけど、記録用にビデオカメラを回してたんですよ。ずっとそれをなんか前やってたら面白いだろうなと思ってて、で、そういうものが経緯があったから、これはちょっと DVD にしたいなと思って、それで会社に企画出したら通って、それで夏のこうコンビニで売ってるこう心霊特集みたいなやつの DVD にしたんだけど、まあ初めてそういうものを出したから、別に特になんかこうお祓い済みとかよく書いてあるじゃない。でも別にそのお祓いもしなかったんだけど、ただね、僕が編集してたのね、家でパソコンでしてたんだけど、その編集してた時に動画が完成して、じゃあテープに書き出すよっていうところで、書き出しをやったらね、パソコンがそのまま壊れちゃった。でもえらいことだから、業者に頼んでも結構なお金かけて直して、でやっとこさでテープを作って、それで納品したの、業者に。で、そしたらね、完成はしたんだけど、こう完成して販売してた時にクレームが来たのよ。見れないって、 DVD が見れないっていう。えらいことだなと思って、それでこういろいろ調べてたのね。そしたら、ある DVD のプレイヤーでかけるとかかんないんだって。でもいろいろ調べてたら、リモコンで数字の45って押すと見れるっていうのが分かったで、と思って、まあでもなんか見れる方法があったから、いろいろクレーム来たらそれで対応しましょうって言ってて、見れないっていう人がいたら数字の4と5を押してくださいっていうことで説明してた。そしたらあるお客さんが、死後ですかって言って、ああなんかうまいこと言うなって俺は思って、面白いなと思ったんだけど、中には気持ち悪いって言っても送り返す人がいた。で、中にはね、こうシールが貼ってあったんだけど、そもそもそのシールを開けないで送り返してくる人とか結構いたのよ。で、自分の住所も書いてないから返金もできないし、と思ったんだけど、でもそれね、えらいことじゃん。もう場合によってはもう数百万の損害が出てた可能性もあったから、その業者さんに
もうその原因解明のためにちょっと連絡をしたのよ。そしたら連絡がつかなくて、その営業さんが。でどうしたんだろうと思ったら、その間に入ってくれてた人が、実はちょっと入院したんですよって言って、何があったんですかって言ったら、僕がテープを納品した日、その人が会社にテープを持って帰って、で新宿に行ったら、その駅のホームの階段から落ちちゃって頭打ったんだって。で一回意識不明になって、で病院に運ばれてたんだけど、で家族に連絡しようと思って奥さんの連絡先聞いたら、あのね、奥さんも連絡つかなくなってた。でその時何が起きたかっていうと、お子さんがいたんだけど、お子さんが学校で階段の踊り場から落ちちゃったんだって。で後で言うには、誰かになんかポンと突き落とされたみたいな感じで、でも誰もいなかったのにバッと落ちた。それで、頭打って、でお母さんがその連絡を受けて慌てて家を飛び出したら、家飛び出したところでトラックに轢かれちゃったんだ、軽トラに。それでお母さんも入院して、で本人がそういうことで、だから家族3人がほぼ同時刻に3人とも入院しちゃったと。それでこの入院したのは、そういう心霊みたいのをやったからだと本人は思ってるんですよって。だからちょっと今後御社との付き合いはちょっともうこれきりにしてくださいっていう話だった。でそういうのがあったんで、ちょっとあの翌年からまた出したんだけど、違うあの取材とかして、その時はもうお祓いして、お祓い済みっていうのをあのやるようになったんだよね。でまあだからそういうことがありまして、あのなんか僕はね、ちょっとなんだろう、幽霊見たわけではないんだけど、そのまあ動画に映ってるのは あったんだけどね。それがでも幽霊かどうかわかんないし、だからなんかどういうことなんだろうっていう気持ちで、まあ今に至るって感じなのかな、なんですよね。まあまあそんなお話なんですけど、なんか僕の知り合いでスタイリストさんがいて、でその人があのある時に友達から夜中に電話がかかってきたらしいんですよ。でそしたらね、友達がねすごいワン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 泣いてて、うんうん、女友達だったんだけど、でどうしたのって聞いたら、なんかちょっともうとにかく部屋に幽霊が出て、うん、もう自分一人耐えられないから、うちにあの今からタクシーで泊まりに来てくれって言って、うんうん、そんな夜中にタクシーでちょっと無理だと思って断ろうとしたんだけど、もうとにかく必死で泣いてるから、まあ、しょうがないから行くことにしたらしいんですよ。で何があったのって部屋について聞いたら、なんかね、彼女は家に帰ってきたから彼氏と電話をしてたらしいんですよね。でそれであのスマホで顔が見える、まあ、LINE かなんかかな、うん、なんか顔が見える通話 でこうスマホを立てかけてこうやって話をしてたら、そしたら彼氏が急にあ、友達遊びに来てんだったらもう俺電話切るよって言ったらしくて、であ、いや誰もいないけどって言っても、いやいるじゃんみたいなことを言って、なんかちょっとね言い合いみたいに なったらしいんですよ。でもう何言ってんのと思って自分のスマホを見たら、ちょうど自分のスマホのとこにこう自分の顔も映ってるじゃないですか、ちっちゃくこう、はい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 、であれをねよく見たらね、なんかねいないはずなのに自分のここのとこに人の顔みたいなのが見えるんですって、画面の中には、うんうん、であって振り向いたらこっちはもちろんやって、でそれなんだろうと思ったら彼氏の方が急になんか気づいたみたいで、うん、わっって言って、うんうん、急に電話切っちゃったらしいんですよ、うん、で電話かけ直しても全然出てくんなくて、でなんかそれでもう彼女パニックっちゃって、そのスタイリストの友達に電話かけたって言うんです、うんうん、だからもうそんなことだったらもう部屋引っ越した方がいいよって言って、うん、でそれで後日なんかそのまたこう LINE 通話、そのスタイリストとその友達でね、うん、やりながら一緒にこうパソコンでネットで家を検索しながらこう話をしてたらしいです、うん、そしたらね、あ、ここいいんじゃない、ここいいんじゃないみたいなことを言ってた時に、なんかちょっと部屋の間取りの写真ってあるじゃないですか、であれをこう見てたらね、キッチンが映ってて、そこの下にシンクがあって、そこにこう蓋がありますよね、引き出しじゃない、ドアみたいなのが、でそれがねちょっとね開いてる写真があって、でよく見たらね、その真っ暗なそのシンクの下のとこに男の子横顔がバッて浮いてるのがあって、下からね10センチぐらい浮いてるらしいんですよ。でそれ2人で見つけて、でそのスタイリストの気持ちは人はね、気持ち悪いって、何これってその彼女の方に言ったら、彼女は
なんか全然驚いてない風で、うん、あ、これ私の部屋にいる人だって言ったんですって、うん、え、でそのスタイリストの人は、え、彼女何言ってんだろうと思うと同時に、うん、あ、引っ越しても無駄かもしれないな、うん、なんかそういうふうと思って、うんうん、なるほどね、うん、だからまあ普通にね考えたらね、その部屋にいた例で引っ越せば逃げれるのかなみたいに思うのがそうじゃないかもしれないって、まあ、根拠はないんだけど、うん、なんかその彼女の対応を聞いて、うん、そのスタイリストさんがね、もう本当ピーンってきたって言ってましたけどね、だからなんかその竹内さんがねおっしゃったね、自爆霊じゃなくて、なんか移動するものっていうのはやっぱりこう人にくっついてんのかもなみたいな。僕の知り合いでね、高橋さんっていう人がいるんですけど、その地元の知り合いなんですけど、その人の友達、その人が高校の同級生がいて、ずっと仲良くて今もバンドを一緒にやってるっていう人がいて、でその人と会わせてくれたことがあるんですよ。でなんで会わせてくれたかっていうとね、子供の時にちょっとすごい体験をしてて、で妹がいるんですけど、すごいちっちゃい3歳ぐらいの女の子がいて、でもその子がね一人遊びをするんですって。で一人遊びをしてるんだけど、それがね陽子ちゃんっていう、まあ陽子ちゃんだったかな、まあ、確か陽子ちゃんっていう女の子と遊んでるっていうことになってて、でママごとを見てして、陽子ちゃん食べなとかいろいろ言ってるんですけど、それがね最初は可愛いなと思って見てたんだけど、だん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 こう生活圏内に入ってくるというか、普通にご飯を食べてる時もその陽子ちゃんの分も用意してっていう。でそれをしないともうすっごいぐずって泣き出すんです、その妹が、うん、でもうだからしょうがないから、なんかその、まあ、最初はね、まあ、いいよって言ってやってたのが、それがでも毎度毎度のことなんで、だんだんちょっとうんざりしてきて、でもそれでもとにかく聞かないから、である時とかショッピングセンターにみんなでね車で買い物に行ったんだけど、なんかこうドア閉めようとしたら、その妹が陽子ちゃんがまだ降りてないから待ってって言うんですよ。で陽子ちゃんが降りてくるようななんかこう仕草みたいなのをこうみんなで待って、でそうしないとその妹とにかくもう泣いて叫ぶんですって。で、まあ、そういうのを繰り返しているうちに、ある時にね、で陽子ちゃんってどういう女の子なのってなんか聞いてみたんですって、そのお兄ちゃんが。そしたら陽子ちゃんはね白いドレスを着ててすごい可愛い女の子なんだって言うんだけど、だけど雨の日になると真っ赤かな服になってすごい怒るのっていう。でお母さんとかそれを聞いた時にちょっとゾッとして、でみんなで話し合って、海外とかだとイマジナリーフレンドって言って、そういう想像上の友達っていうのは、まあ別に何子供が大人になっていく時に普通のことなんだよってなって、でなぜかねアジア圏だと人形とかぬいぐるみと遊ぶんですって。だけどそのヨーロッパ圏だとその何も形はないけど、そのイマジナリーフレンドっていうのはまあ普通らしい。だけどその陽子ちゃんに対してのなんかその妹の執着みたいなのがちょっと普通じゃないんで、みんなでもうその陽子ちゃんの存在を認めるのやめようっていうことになったんですよ。だからその陽子ちゃんとか言い出したらもう怒ってやめさせるし、まあ、無視してとにかくその陽子ちゃんの存在を認めないっていうことになって、そしたらなんかもうみんなもねもうやめなさいみたいなこと、もうその陽子ちゃんいないんだからやめなさいとかって言ってたら、妹もだん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 言わなくなってきたんだけど、ある時に保育園から帰ってきた時にもうなんかすごい手がバーって傷だらけになってて、でどうしたのって聞いて、そしたらもう妹は何も言わなくて、でもなんか親はやっぱ保育園に怒鳴り込むじゃないですか。でもねなんか喧嘩があったとかそういう形跡はないんですって。である時とかはなんか顔にあざとかができてるんだけど、その日は保育園休みで誰にも友達とか会ってないはずなんで、またある時には目にねボコってすごいあざを作ってきたんですって。でもこれはちょっと普通じゃないっていうことで、もうどうしたらいいんだろうと思ってた時に、お母さんがふっと思い出なんかね急にふっと思い出したことがあって、その妹が生まれた時にお人形をもらってたそうなんですよね。でそれがねガラスケースに入った中その日本人形だったらしいんですけど、なんかそれのことの存在がちょっと気になって、普段はタンスの上の方にもう布をかぶせて置いてるから全然見れないんだけど、
チラッと見てみたんですって。そしたらね、人形も同じとこにね、目にあざがあって、でこれはちょっとなんか普通じゃないんじゃないかっていうことで、周りの人とかに相談してたら、拝み屋さんが、すっごい有名な拝み屋さんがいて、ちょっとその人に頼った方がいいと。でなんか いろいろ言ったね、その人ね、北陸の人だって、もともと埼玉県との話なんですけど、タクシーに乗ってそのお坊さんに来てもらって、でそしたらそのお坊さん来るなりね、家を見ながら、ダメだダメだって言って、でもうその家の周りをお経を唱えながらぐるぐるぐる回って、最終的には日本酒を全部自分の金でわーってかけて、それからもう勢いつけてバーンって入ってて、でいろいろ一通りこうお祓いみたいのをして、なんだけど例えばね、盛り塩をね、なんかその家族の人間にやらせるんですって。だけどその盛り塩がこうやってこう普通にこうなんかね、塩を持ってこうひねるようにして山を作っていくらしいんですけど、あるところのその盛り塩はパッと一瞬見てない時にパッてこう目をそらして、また見ると完全にベタって崩れてるんですって。でもう水分でガチガチになっててっていうことがあって、でもまあ一応お祓いして、これでちょっと様子を見てくれと、で様子を見てくれって言ってお坊さん帰ってった晩なんですけども、やっぱりね、その人形が布とかかけてるんですか、ガタ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 揺れるんですって。で何かあったら電話かけてくれって言うから、お坊さんに電話をしたら、女の子の声聞こえるよって言ってて、で上の方から聞こえるって言ってるんですって。で、ちょうどその上には人形が置いてあって、あ、人形が置いてあるんですって言ったら、じゃあ全然まだ払えてないから、うちに送ってくれっていうことになって、で一晩お経を唱えて送ることになったんだけど、やっぱりね、従業その時そのお家で社長さんだった、建設会社の社長さん で従業員とかに来てもらったんだけど、もう夜中になってもガタ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 言うし、でテレビが勝手についてノイズを出したりとかするっていうんで、でまあ言っても何とか一晩経って翌朝運送会社に来てもらって運ぼうとするんだけど、ガラスケースに入った人形なのに全然動かなくて、で数人が大の男3人がかりぐらいで、ではもちろんその前にこうぐるぐるぐる巻いてね、人形にもマスクかぶせてガムテープで巻いて、その上にさらにこう段ボールで梱包して、で3人がかりで運送会社に運んで、でそれでやっと何ですかね、一旦は収まったらしいんですけど、そしたら周りのね、近所で前から住んでる人に聞いたら、そのお家の前にある前の住人の人でお母さんと子供のなんか子連れがいたんだけど、雨の日にその2人とも引かれて亡くなっちゃったんだ。でその女の子の名前が陽子ちゃんっていうんだよっていうのを近所の人が聞いたっていうのを聞いて、で結局ね、でもそのお兄さんの一家っていうのは一家離散しちゃって、でその妹の消息も今どうなってるか分かんないって、この間ファミレスで聞かせてもらったんですよね。だからその取り付くっていうか、そのまたおそらくだからその女の子にね取り付いちゃって、でなんかお坊さんの説明によると、そのもともと多分その亡くなった女の子が人形に取り付いてて、でそれがもうでも女の子にやっぱり取り付いてみたいな、そんな話だったらしいんですけどね、ちょっとなんか気持ち悪いなと思って。あまりにもこう影響が大きいような感じがします ね。 そうですよね。なんか段階的ですよね、うんうん、人形にって言われますし、最初はこう、イマジナリーフレンドじゃないですけど、別人格として陽子ちゃんがいたわけですよね、それがこうどんどん変わっていく感じっていうのが非常に怖い、なんでねエスカレートしていったかちょっと分かんないですけどね、なんかその3歳の前の子供っていうのはなんかその脳がやっぱ大人と全然違うから、なんかシンクロしやすいのかもしれないですよね。赤ちゃんだとね、なんかあまりまだそのシンクロしようにもまだいろいろ成長しすぎてないしね。最近テレビで、ちょっと番組名忘れたんだけど、
ある昔のその、演歌歌手というかもう大御所の歌手の人の昔話した話をちょっと再現というかもう一回その人が話してるというのがあって、それで思い出したんだけどね、僕の知り合いで整骨の先生がいるんですけど、その先生ってのはこう3代おじいさんお父さん自分って3代整骨の先生なのよ。でそのなんかね、僕のなんか認識ではね、美容師とか整骨とかマッサージの人とか人の体に触る人ってなんかね霊体験っていうかそういうのをしてる人が多い気がするのね。でそれで実はその先生の今僕と同じ年ぐらいの先生のお父さんの話なんだけど、もう亡くなってるんですけど、そのお父さんが子供の頃にね、その家のお寺っていうか、お世話になってるお寺、まあだから檀家だよねそういう家はね。でそこでね、そこのお寺ってのはちょっと東京のお寺なんだけどね、もう350年ぐらい続いてるお寺で、で昔はねなんか景気が良かったのか檀家をみんな年に1回集めてみんなで観光バスを借り切って旅行に行ってたんだって。でその時にその、まあ、T 先生っていうお家なんだけど、その T さんは子供だ、まだ子供だったんだけどね、中学生ぐらいかだったんだけど、そのやっぱり家族でそのお寺の旅行に行くことになった。でもうバスを借り切って、で四国の方の温泉に行くんですよねみんなでね。でその T さん一家っていうのはね、お母さんとあと7人兄弟で、でそのおじいちゃんというかお父さんっていうかさ、その初代の人はねもう亡くなっちゃってたの。だからお母さんと7人兄弟でで参加してたんだけど、お寺そのある四国の温泉に着いたらすごい古い旅館なのよ。だけど結構立派な古い旅館で、あみんな楽しみだねって言って、その旅館に入ってくんだけど、もう大人数だからさ、もう旅館丸ごと貸し切ってんの。ほんで人数の少ない家族とかは部屋が足んないから、この家族とこの家族はここのお部屋で一緒ねっていうのをお坊さんが部屋をこう割り振りしていくのよ。長い廊下があって部屋があった、ここの部屋はじゃあなんとかさんちとなんとかさんち、じゃあここの部屋はなんとかさんちって。で T さん一家はもう8人もいるから一家族で一部屋使えることになった。でこうで長い廊下の両側の部屋をこうやって割り振りしていったら変わった部屋があったんだって。長い廊下両側に部屋があるんだけど、突き当たりに布団部屋があって、でその布団部屋をぐるっと回り込むようにして布団部屋の後ろに1個部屋がついてた。でそれ変わってて、外から見ると壁からね、それその部屋だけポコって半分飛び出てるような部屋だったんだって。変わったでなんだけど、そのまあそのお部屋の前にそのお坊さんがいた時に、まあここは T さん一家でいいかって言ってその部屋だった。でまあまあその家族でこうやって入ったらプーンってなんかねカビ臭いんだって。ほんで玄関みたいな、そのお部屋のね旅館の玄関みたいなとこあるじゃん、靴脱ぐとこが。そこにねサンダルがあるんだけど、女性ものの綺麗な下駄が2つあるんだって。でまあ飾りかなと思ったんだけど、でまあ部屋をガラッと開けたら、やっぱりねなんかねカビ臭い匂いとなんかねこう空気がよどんでるんだ。でみんなそれぞれ部屋に入ってったら、うわなんだこれってお兄さんが言うんだけど、そしたらお茶を入れるさ、湯飲みとか入れるこう丸いこうパカッていうのあるじゃない、あれがね蜘蛛の巣張ってんだって。なんだよって言ってて、で鏡があって鏡台があったのね。で鏡台の前にお母さんがそこに荷物バンと置いて、私はここで寝るよって言った。でおーまあいいけどねって言って、でうわでもなんだこの部屋って言って、これ使ってねえんじゃねえのみたいなことみんなで言ってて、でその兄弟はお兄さんたちは、お姉さんもいたんだけど、お兄さんたちみんなで、まあちょっと夕飯まで時間があるから町に行こうやって言って町に行って、でうどん屋があったから入ったのね。でうどんでみんなで食べてたら、その T さんが食べてるうどんの中にうってなんか入ってて、なんだと思ってパッて見たら、女の人の長い髪の毛が一筋入ってんだって。でうわこれなんだよと思って親父に文句言おうとしたら、親父もうつるっぱげで、これ親父のじゃないなと思ったから、なんか言いにくくて言い出せなかったらしいね。でなんとなく気分盛り下がって部屋に帰ってったの。そしたらお母さんがなんか探し物をしてんのよ部屋で。でどうしたんだおふくろって言ったら、いやあんた私の櫛知らないかって言って、櫛を探してんだけど、それすごい大事な櫛だから
テーブルの上に分かりやすいところに置いてたはずなのになくなっちゃったんだって。でみんなどうしたどうしたって言ってあるんじゃねえのその辺にって言いながらこうやって探してんだけど全然見つからなかったね。でそれこそまあしょうがないねっていうことで、で夕飯の時間が近づいてきたね。で夕飯があっての時間が近づいてきたんだけど、まあまあそれでみんなで夕飯食べて、でその後まあみんなでもまったりすることになったのね。そしたらトントンっていう部屋を訪ねてくる部屋があの音がして、下駄をお持ちしましたって女中さんの声がしたね。でえ下駄なんか頼んだかなと思って、その T さんがガラッと玄関開けた、誰もいない。でおかしいなと思って、でまあみんなであのお兄さんたちはお酒を飲んでんだけど自分はまだ未成年だったから飲めないから、こう寝っ転がりながらみんなの話を聞いてたのね。そしたらなんかちょっとこううつらうつらしてきた、みんなの話聞きながら。うつらうつらってしてたんだけど、気づいたらふわって気づいたら目の前に女がかぶさったんだって、ここに。それでその女っていうのが白目がなくて目が眼球が全部黒目で、で髪の毛が長くて自分の顔に髪の毛がうわってかかってんだけど、もう自分はもう全く身動きできないのね。そしたらその髪の毛がどん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 口の中にうねうねうねで生きてるみたいに入っていくんだって。でもうそれ自分でもうすっごい怖いからうわーってこう必死で叫ぼうとした時に、自分をおいおいって言ってお兄さんが揺り起こした。だから夢を見てたっぽいね。でああって気づいたら、お前どうしたんだ、めちゃめちゃうなされてたぞって言って、いやーなんかちょっとすごい気持ち悪い夢見ちゃってって言って、で自分の見た夢を話したら、いやそれなんかおかしいなっていうことで、でそしたらお兄さんの一人が日蓮宗で修行してた人なのね。だからそのお経を唱えてくれるっていうことで、なんかこの部屋おかしいなっていうことでお経を唱えてくれて、ただちょっとなんか落ち着いたのよ。でまあもうそしたら中でもみんな盛り下がっちゃって、まあじゃあそろそろ明日もあるし寝ようかっていうことになって、で電気消してみんなでこう寝静まってた。そしたらうーんって声が聞こえる。うーって誰かうなされてんだけど、お姉さんがうなされてんだって。で電気つけて、そしたらお姉さんをこう揺り起こして、お前どうしたどうしたって言ったら、はって起きて、怖かったって言っても油汗一緒になって言うんだけど、同じ夢見てたんだって。同じ女がかぶさって自分の髪の毛、あのその女の髪の毛が自分の口の中に入ってきてみたいな。それ聞いたらもうみんな怖くてガタガタして電気も消せないで、で朝までみんな起きてたんだね。そしたらまあ翌日あの女中さんたちがあの布団を上げに来るじゃない。そしたらその女中さんたちがね、布団を部屋で畳まないで端っこ持ってバーッと廊下に持ってくのよ。ズルズルズルって廊下で振って、廊下で布団畳んで布団部屋に持ってくる。なあおかしいなと思った時に、布団をどけたらその鏡ある鏡台の前に畳に人型の黒いシミがあるんだって。でお袋が寝てたところで、お袋これどうしたんだよって言ったら、いやこれあんたたちに言ったら怖がると思ってって言った。で和尚さんに後でいやなんで僕たちあの部屋にしたんですかって文句言ったら、いやあんたのとこはあのお袋さんがいるから大丈夫だと思ったんだよねって。まあだからお母さんが気丈な人だったんねっていう話があった。でまあそれで東京に帰ってしばらく、まあしばらくって2年ぐらいとかかな、した時にテレビであなたの知らない世界っていう心霊番組があったの。そしたらね、そこにあの歌手の八代亜紀さんっていう、ね、だから八代亜紀さんが自分がした心霊体験っていうのを話してんだよ。そしたら四国のそのある温泉に行った時に、興行でね、興行で行った時に自分ある旅館に泊まったんだって。でそのある旅館に泊まった時に自分とお付きの女の人と2人で同じ部屋に泊まってたんだけど、夜寝てたら天井から女の人たちの笑い声がするんだって。でああ誰かスタッフの人がまだ起きてて楽しんでるのかなと思ってたんだけど、そのうちに天井からカリ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 ってなんか畳をこう爪で描いてるような音がするんだって。でああ何だろうと思ったら、その音がどん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 大きくなってて、バリ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 って畳をこうやって必死で詰め替えといてるような音なんで、えっと思ってちょっと横見たら、そのお付きの女の人も天井こうやってじっと見てんだって。であ気づいてんだと思ったら、
そしたら今度はねガリ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 ってもっと音大きくなってきて、しまいには天井をバリバリバリって剥ぐような、釘抜いて剥ぐようなものすごい音がした時に、もう2人で見合わせてやばい逃げなきゃと思って、腰抜かしてねこう四つん這いでもう這うみたいにして部屋を出てった。で翌朝あのそういう部屋のことを言ったら、その上の部屋っていうのは実は開かずの間なんだって、誰も泊まってないって言うんだよ。で誰もいないはずなのにそんな音が聞こえて、でこれ何があったのって後で よく聞いてみると、昔お遍路さんがいて、あの親子のお遍路さん、ちっちゃい、娘さんを連れたお母さんがお遍路してたんだけど、ある時に強盗が来てお母さんは殺されて娘さんはさらわれたっていう事件があったんだって。でそこがその事件以来ずっと開かずの間になってたっていう話を八代亜紀さんがしてるのを見たんだって。でもそれどう聞いてもその特徴とかそういうもうちょっと詳しい情報とかも言ってたしだけど、どう聞いても自分たちが泊まったその旅館としか思えない。で自分たちは八代さんは泊まった上がその開かずの間なんだけど、自分たちはその開かずの間に泊まらされたんだっていうことに気づいたっていうことを、まあ、ちょっとね教えてもらったんですけどね。はい。でこの間その八代さんがその、ま、お話をまたテレビでやってたんだってっていうことなんですけどね。すごい、ありがとうございます。はい。そうですね、あの今日ちょうどね、僕ここに来るまでバイクで来たんですけども、でもいつもねちょっとあの東京の下町の方走ってくるんですけど、ちょうどねあの信号待ちしてたらね、なんかふっとね横のビル、まあ、いつも通ってる道なんだけど、なんかふっと気になってこう見たら、あの前に来たことあるビルがあったんです。でそれ何かっていうとお店だったんですけど、僕あの昔あの雑誌の取材でなんかいろんな変わったものを食べに行くみたいな取材があったんですけど、実はねそこねあの潰れちゃってたんですけど、昔は蛇屋さんだった。蛇屋さんって何かっていうと、あの生きた蛇あるじゃないですか、あれをこう例えばこう漢方薬、マムシとかね、ああいうのこう精力剤とかでこう漢方薬にし、あの黒焦げにして、黒焦げっていうかね黒焼きか、黒焼きにして漢方薬にしたり、あとねそのままそれで蛇料理を出してくれとか。で行った時にね、まずねあのマムシ、だいたいマムシとシマヘビなんですけど、なんかこう生きたヘビがいるんですよ。でそこにねこう手突っ込んでヘビを捕まえるとね、本当に生きてるんですけど、こうやって巻きついたりして、それをもうカーンってやってさっぴーってさばいて、マムシはねかば焼きにして、で、シマヘビの方はね、シマヘビってなんか実はね小骨がすごい多いんですよね。それでねなんかこうさばいたりして食べると骨詰まっちゃうんで、なんか生きたヘビこうやって捕まえてね、そしたらねこうトンカチみたいなね、このガッツンガッツンガッツンってなってる機械があって、でそのこうなってるところに、ね、頭から入れてってね、どん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 そうやってミンチ作ってちょっとえぐいんですけど、それでシマヘビはこう団子っていうかつみれみたいにして食べるんだけど、それがねまたね小骨がね残っててね、あと何よりあの僕も食べたんですけど、なんかヘビってやっぱ食べないじゃないですか、まあ、食べる文化のところもあるから何とも言えないんだけど、僕としては普段食べないもので、それでヘビってこう殺すとなんかこう何代経ってあるとかね、なんかそういう話もあったりして、なんか猫とヘビってこうなんか殺したりするとちょっとなんか後味悪いというかね、なんかそういうイメージあってね、ああもうこれ食べることないかなと思ってたのがね相当昔だったんですけど、それがねやっぱ潰れてて、ああなくなったんだと思ったんですね。で今日まあそういうのがあったからちょっとふっと思い出したんですけど、実は僕が通ってる整骨の先生がその蛇屋さんの、店主が通ってやっぱり整骨受けてて、でその時にその人が変わった話を聞いたんですって。である時にその蛇屋さんが、蛇ね千葉県の方のあのなんていうんだろうね、そういうヘビがいっぱいいるところがよく知ってて、そこに取りに行くんですって。でなんかその排水溝みたいなとこから出てきて、そこでひなたぼっこしてたりとか、なんかこうそういうヘビがいるポイントがあるんだけど、その日はね全然どこのポイント行ってもヘビがいないんだって。
であれ変だなと思ってあの池に池の周りあのいつもだったらいるとこにこうやって見てんだけど全然いないんだけどはっと 見たら真っ白いヘビがいた。でその真っ白あこれはいいと思ってでそのヘビ何かっていうとねあの実は青大将っていうヘビのアルビノらしいんですよね。その大体いる白いヘビってで白いヘビをねなんか食べるっていうよりなんか珍しいからペット屋さんに売れるかなと思ってそれでこう捕まえてで、お店に戻ってこういっぱいヘビ入ってる中にこうやっぱり入れといたんですって。そしたらねその日夜ねなんか変な夢を見たでなんかこうまあ夢なのかどうか分かんないらしくてなんかふっと、まあ、自分ではふっ夢だと思わずにふっと目が覚めた。そしたらね枕元にね女の人が立った。でその人が白い着物を着て長い髪でで印象なんかはっきり覚えてないんだけど、ね、すごい美人っぽかったんだけどすごい悲しそうな顔をしてじーっと自分のことを見てるんですって。で起きようと思ったらねもう指が全然動かなくてだからあ悲しみになってんだと思ったんだけどそれが不思議と怖くなくて怖くないんだけどその人はじーっと自分のことを見るだけで何にも言わない。でいつの間にかなんかこう眠ってしまったのか夢なのか分かんないけど気づいたら朝になっててでああなんか変な夢を見たなと思ったんだけどその時にお店の中でこう働いてんだけど蛇がその白蛇が入れてる箱の方はなぜか見れないんですってそっちを向く気になれなくて。でその日も仕事が終わってやっぱり夜寝てたらまたね夜中枕元にその人が立ってでやっぱり白い着物で悲しそうになんか物言いたげな感じでじーっと自分のこと見てでまた気づいたら朝になってでその時に俺は蛇屋でねこれもしかしたらやっぱりその白蛇と白い着物の人ってなんかこうちょっと関連付けちゃったんだってなんだけどこんなの気にしてたら自分蛇屋とかやれないと思ってで無視してでもやっぱりそっちの方箱の方は見れないでその日も一日仕事してで夜寝たらまた出てきたその女の人がでやっぱりずっと自分のことを見てるからなんかこう何とも言えない気持ちになってで翌朝その日仕事じゃなかった仕事だったんだけど仕事お店もう休みにしてもういても立ってもいらなくてその白蛇を捕まえてちっちゃいケースに入れてで自分が捕まえたその用水路の用水池かな用水池の方のとこに行って蛇パッて離したらスススッて蛇が逃げてってだなんかすごいホッとすると同時になんかね引っかかってたものがあるからあのちょっとねその池の周りこう歩いていったらやっぱりなんとなく引っかかってた通りそこにね祠があったんですって。でそれを見たら弁天様が祀っててでその弁財天っていうのはもともとそのインドの神様なんだけどやっぱ白蛇水の神様で白蛇を使いとして象徴している神様なんですよね。でああやっぱりなって思ったっていう話を聞いた。でそのお店が今日潰れてたんでねちょっとねさせてもらったんですけどね、まあ、こういうお話でした。ありがとうございます、ね、まあ、幽霊っていうにはねちょっとあれですけどね。ここが新宿じゃないですか。はい、だからちょっと新宿に関するなんですかね、はい、うんちくというか都市伝説というか、はいはい、あるんですか。あ新宿はいっぱいありますよ。そもそもだからその新宿の話をする前に東京っていうか江戸がどうやってできたかっていうと、はい、その徳川家康が江戸っていう町をこう移したじゃないですか、はい、ここをこう首都というか、まあ、そういうところにしようということで、はい、あれしたんですけど、その時に徳川家康がその江戸という町をこうデザインというか移すにあたって天海蔵相っていうお坊さんにね、はい、ちょっとそのデザインのことを相談してるんですよ。でそのお坊さんっていうのはまあすごいその偉い人で、で陰陽道にすごい通じてて、で江戸をちょっと霊的に強い町にしなきゃっていうことで、もともとね風水的にはね全然良くない土地だったの、はい、なんかだったんだけど、その江戸をデザインするにあたって、
京都の平安京とかね、そういうのはもともと風水的にすっごい考えられてるんですよ。高野山とかそういうその比叡山とかそういう山の因果関係とかをして、で江戸城っていうのを、まあ、今の皇居ですよね、はい、江戸城っていうのを置いて、でそれを守るために、江戸の町を守るために鬼門とかあるじゃないですか、はい、鬼門と裏鬼門っていうのが、鬼門に上野の寛永寺を作った。はい、それでその延長線上に日光東照宮を作って、それで悪いものとかが、その鬼門を通って入ってこないようにして、で、その逆側の、まあ、あの北東ですよね、はい、北東側の鬼門で、その逆の南西側には目黒不動を置いたんですよ。それでその上野の町っていうか、上野公園、上野の町自体も平安京をモデルにしてるの、京都で、京都をモデルにして、そのいろんな山とかこういうものを置いて、風水的にバッチリなようにしてるっていうのが、まあ、あの江戸の町なんですよ、はい、それでその江戸城を作った時に、その江戸城を風水的にも守るんだけど、実際にその武力的にも守るために言われてるのが、江戸城の地下からいろんな、江戸城を、ね、守るにね、あの伊賀とか甲賀とか忍者の言うじゃないですか、はい、伊賀甲賀根室衆とかいるんですけど、その5つぐらいのチームにその江戸城を守りを固めさせたの。それであるところとかは、例えば伊賀のね、今の新大久保あるじゃないですか、新宿だけど、はい、その新大久保のところに今百人町っていう名前があるじゃない、百人町っていう名前、はい、あるよね。でそこはね、伊賀百人衆っていうところがあって、それ鉄砲隊なんですよ。で鉄砲隊の人たちをそこの住ましたから百人町っていうんだけど、でそこはもう伊賀の手だれの、その射撃が一番上手い人たちをやったんだけど、それに江戸城を守らせるために、江戸城からその新宿の新大久保のあたりまでトンネル掘って、で全部すぐその根室衆、あ、伊賀とかがその江戸城の守り来れるように、逆にまた江戸城からそこを抜けて通って逃げれるようにとかしてたのね。で、そのもともと江戸城からあったその地下の道とかそういうものを残して、その都庁へ続く通路とかそういうのも使ってるんじゃないかって言われて、現に中央、新宿の中央公園とか行くと、おそらく地下に潜るであろう道とか、それで、江戸城から新大久保にものすごい大きいトンネルがあって、でそこで昔はあの闇市とかやってたっていう話もあった。でその流れがあって、その新大久保の地下にはそのチャイナタウンみたいなのがあったっていうか、まあ、あったと言われてるんだけど、実際ちょっとあったんだよね。それであの 中華系とか あの闇銀行みたいなのもあったの昔は。でそれの跡地みたいのがあって、今はそれ鍵閉められて入れなくはなってるんだけど、それもそれとか新宿の富山公園って、あの骸骨が数百体出てきて、731部隊がその研究してた施設っていうか、まああの、まあ、その日本軍のね、あのお医者さんの学校の施設があって、そこで731の実験やってたんじゃないかとか言われて骸骨見つかったりしてるんだけど、その西早稲田の地下鉄とかに今もそういうの跡地があって、西早稲田の地下鉄にエレベーターがあるんだけど、押してもつかない、押しても降りれないエレベーターがあるって言われて、階がで、まあ現にあったんだけど、でそこにたまたま押したらたまたま開いて、開いちゃった人がいるんだけど、そこから、富山公園まで抜ける地下通路みたいなのがあって、そしたらすぐ警官が来て連れて帰って、地上にすぐ連れて帰ったとかっていう噂もあったんです。これはまあ噂なんだけど、そういうのもあって、だからその東京とか新宿とかっていうのはそういうのがこう未だにトンネルが張り巡らされて、何かの時に使えるようになってるっていうのが、まあ新宿の噂がいろいろあるんだけど、それ以外にも新宿はね、この間あのスカウト狩りって今まさにやってるけどね、それと別にあの歌舞伎町、知らないですか、ちょっと いろいろね、スカウトとヤクザの構想が今ちょっと進行中のもあったりするんだけど、それとは別に新宿のその、あの歌舞伎町にジーラっていうね、巨大猿が出るっていう噂とかもあった、歌舞伎町。面白いですね。でそれは有名なのは、あるものすごい大金持ちが飼ってたゴリラみたいなのが逃げちゃって、はい、オラウンタがゴリラみたいなのが逃げちゃって、それで歌舞伎町で野生化して、で電線をこう渡ったりしてたんだけど、今ではそのホストの社長がそれ引き取ったとかね、そういう噂もあったりとかねちょっと人情話っぽくなるんですね。